こんにちは、原田です。中です。はい、今週も FP とエピックレビューやっていきたいと思います。はい、お願いします。ということで、今週スペインのガーディアンズガチャ。触れない？あ、忘れてもない。配信で触れてたから。あ、そうかそうか。もう今ね、いないんですよ。体調不良でちょっと空席なんで。まあ、掛けは引かないかな、多分ね。掛けは引かないでしょ。掛けは引かない。交渉カットなしで。なしでね。やっていこう。じゃあガーディアンズ。まあ裏は、まあ、メンディーがレベル高い感じですかね。まあそうだね、3、いやさすが守備的サイドバック。まあ欲しい人、あでもブロックがついてるから、普通にぼちぼち強いですよね、多分これ。うん、しかもこれ、まあ、ちょっとフィジカルとかが低めだからさ、うん、あれだけど、はい、前のバージョンとかだったら全然最強クラスじゃない、これ。いや、めっちゃ強いです、多分これ。ね、はい。ってことは、また次のバージョンの時強くなるだろ、これ。確かに、持ってて、確かになんか、また強くなる時はきそうですね。どうせフィジカルとさ、はい、機動力のこう使い回しだろ、結局そうなりますからね、仕様。じゃあ、エジミューソンから。エジ。クルスターがフェンスか。で、こんな感じですね。まあセンターバックで使うんだろうね、多分アンカーで使う人もビエラとか持ってたらもうよっぽどの理由がない限りは使わないと思いますね。なんかジャンプ高い分ビエラより全然先発適性高い気がするんだけど、うん、いやビエラより競り合いとも勝ちますよね、全然勝つと思う、はい、ビエラより。あやまとはないんだでしたっけ、確か。そうエアあやまとあるかなんか1個だけなかったよね、ブロッカーです。そうだ、ブロッカーだけつけなきゃだけど、うん、なんか全然やれるよね、多分、うん、結構ちゃんと強いと思うわ。最終ラインでも全然いけると思う。マジでちゃんとなんか最強軍がいて、その下ぐらいには位置してそうな、うん、なんか前のエジミソンもそんな感じでしたっけか、うんなんかその時もなんかエジミソン結構強いみたいなで今回スルパで初期、そうこれがねちょっとかなりでかい。やっぱ初期スルパ最終ラインから、そうやっぱね俺ディフェンスラインの選手に最近軒並みスルーパスつけ始めたんだけど、はい、やっぱね全然違う、世界変わりました。世界変わる今まで、ね、これ脇だけついてたんだよスルーパス。あまあそういう方多いかもしれない。今でも真ん中のやつもスルーパスついてる。もうね世界が違うスルーパスもちろんディフェンダー中央からスルーパーやばいな。もうねスルーパスあるっていうだけで、はい、ちょっと評価高いぐらいのかなり上がるね。まあ一応フォートレスですからね。ね、うん、スピードも90ぐらいになるしね、全然なりますね。90は全然いくと思う。足元もうまいし、うん、結構言うことなしな気する。いやですね、ジャンプも90余裕で超えるでしょうし、スタミナとかも低くないしね、うん、当たりだよね。当たりだと思います。当たりだよね、多分当たりだと思います。エジミソンはちょっとね、やっぱテュラムたちのせいでなんかあれだわ、ちょっとね、そこの影響はあれけど全然見たら強いよね、全然強いです。はい、次フェレール。フェレールもな、能力いいっすよね、これ。まあなんかカンナバーロ系だよね。カンナバーロ系になるんですかね、一応。170、まあ、カンナバーロよりさらにちっちゃいからね、ハードプレスで。まあ、これもバージョン変わったら化けるよ、多分バージョンがね今1年後かもしれんけどまあ若干フィジカルがまあ高いわけではないんですから、一応この部類って。まあそこそこでも、いやちょっと足らんかな、さすがに。27なんでレベルね、先場だからね、レベル上限が低いよね、やっぱり。まあ、うまくインターセプト、ブロッカー、闘争心、エアバトだ。持ってますね、ほぼね。エアバト、まあでもつけなきゃね、さすがにね、ディフェンスラインで使うしかないから。つけます。一応ね。一応。まあ、使うとしたら端とかになるんですかね、今だと。まあ、5バック使ってる人だったら、うん、センターバックの脇とかはまあ、いけそうだけどね。いろいろ持ってない人は。うん、まあでも絶対気になる時はあるでしょうけど、競り合いとかで。まああるだろうね、さすがに、狙われると思うこのサイズは。本当メッシとかそういう選手だったら大丈夫だと思うんですけどね。そうだね、メッシとか、はい、マラドーナとか、まあ、プラティニとか、うん、あのぐらいの選手たちだったら勝つだろうけど、あんなとこには蹴ってこないからそもそも相手は蹴ってこないから。まあでもね、普通の地上戦とかだったら、まあ地上戦はかなりマジで強そうですね。かなり強いだろうね、はい。まあちょっとタイプは選ぶでしょうっていう。まあ好き嫌いは分かれるだろうね、うん、マッチアップは絶対足短いし、さすがに短いですね、完全に短いのだけどどうしようもできないからな、はい、あれ持っててそうもないですよね、このフェレール。いや持っててそうもないよ普通にね。最後カルロスきました。大目玉です、これすごいですよ肉体改造、肉体改造、いやプラ10ですよ。7号あるからね、最初から10ぶりでバフ乗るとこまでいっちゃうからね。かなりドリブルもなんか前の激坂カウントのロベカルと比べたら結構キープがね上がってるよね、かなりね。チビタンクですよ、チビタンク。これ前川さんはサイドバックで使います？まあサイドバック使う方面だったら全然サイドバック上げで使ったりとか、まあ、442とかのサイドハーフでも、まあまあ面白い性能してそうだけどね。これまあ5バックのサイドバックで使う人とかも多分多いと思うんですけど、いいと思うけどね。なんか一応言ってたのはラームとロベカル端小さすぎて大丈夫みたいなことを言ってる人いましたね。いましたね。はい。大丈夫ではない場合が多いですよ。まあ蹴られたらそうです。蹴られたらダメなんですけど、蹴ってこないっすよそんなに。まあ蹴って本当ゴールキックぐらいなイメージですよね。なんかそのゴールキックの競り合いだけを心配して小さいの使わないのは俺もったいないと思う。やっぱ軽いから持ってる時にボール。はい。でかいの使うとねミスるからねさすがに。はいだと思います。軽くて全然ロベカルラームで良さそうだけどね。よっぽど狙ってくる人いないと思うんで、それこそその時用のためにでっかいのちょっと入れとくぐらいでいいよね、控えに。ああそうですね、そういう人が来た時に、そういう人マッチングしちゃった時にそのロベカルとかちょっと外して、それこそなんだろう、グバルとか、はい、そのティラムサイドバックで使ったりとか、そういうアレンジ効かせられれば全然ベースはスタメンで良さそうだよね。いやでいいと思います。でスキルもねもらいました。スルーパスとブロッカースルーパーブロッカー先持ちっていう無回転消える無回転ね。これねもう今日久々にロベから使って思ったけど、はい、無回転はあってもいいかもしれん。おマジですか眉毛さんが無回転あっていいっていうのなかなかないですよ。やっぱガチャガチャみたいで面白いな結構ね今日惜しんでる人たちいましたよね、無回転ないのかって。でもロベカル使ってたら蹴りたいなっていうのはちょっと感じた。もう助走がロベカルですからね。そうやっぱ固有じゃん固有みたいなもんじゃん。はいもう固有のだからやっぱ面白いね、性能として面白いね。やっぱちゃんと個性があるから。一応スキルはスイカは何でしたっけこれ。インターセプト、闘争心、ワンパ。インターセプト、闘争心、ワンパ、まあプラス何つけるかっすよね。まあ無回転つけたいって人もいるでしょうし、あと後ろでのなんかそのシュートに対するブロックのセルとか欲しいんだったらやっぱスラは欲しい。あー、まあブロッカーですらあった方がいいですもんね。スライディングタックルは今の仕様だったらつけられるならつけた方が、これあと聞きたいのはエアバトつけた方がいいですか。つけないです。あ、つけないですね。はい一応ジャンプ80ぐらいになるかなと思うんですけど、僕ね諦めてるんです。諦めました。諦めました。もうねいや、まあでもつけてもいいんかな。余ってたらぐらいですね。余ってたらでいいと思う。やっぱ優先は今言ったところらへんかなっていう。最初の3つのやつでしょうかね。だったらマジで俺無回転つけるわ。エアバトと無回転どっちつけたら無回転つけるの方がまあ使う頻度は、使う頻度っていうかまあ役に立つ時は多いかもしれないです。嫌だよエアバトつけたらロベカルがセリローとかで競り勝ったら絶対勝てない。いやまあ絶対勝てないんでそういいと思います。諦めよそこはもう。はい、じゃあ今日はね、角犬がねいないんでね。まあいないですね。角犬がいないって言ったらやっぱ今週のね、今週のコーナーは発動しようか。あとロベカルちょっとあれなんでね。ロベカル使い手じゃないですか。まあもともと元ロベカル44にロベカル上げシーンだからちょっと他の2人ってまあ聞きたいなと。今週は角犬より今週は確かにどっちみち聞いてたかもしれないですね。どっちみち多分いても確かにてかいても聞いてなかったかもしれない。今週そうかもしれない。いても聞いてなかっただろうから。今週やっぱあなたかな。そうですね。一応僕は聞く予定です。素晴らしい。理由は左サイドバック、5バックでやってるんですけど、今テオ君がでも今週 D とか。ああま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 あ。左サイドバックデニューソン使ってるんです僕。エピックのデニューソンでポジトレで非常に守備がきついです。でもサッカーとかはダメだった。サッカーも今週 D なんですよ。あ、そうなん。まあでもサッカー悪くないんですけど、まあやっぱスキル的にもなんか若干やっぱ物足りなさ感じますねサッカー。まあ結局まあ B のやつがいた方がって。あってことですね。まあ極論は。はい。どうですか。前使ってたカルロス、育成くっつけちゃいますこれ。スキル結構つけてんねあれっても。あ、まあつけてましたけど、まあブロッカースルーパーとかなんてつけてたの。だから別に多分食わす必要もないな。まあ別に食わせてもいいけどぐらいな感じ。なんかそのロベから他の選手にいけるよね。スルーパスとか。本当そうだと思う。このロベからが持っててくる。確かにそうだ。俺それよくやるんだ。そうなんですね。前の新しいのを手に入れたら古いやつにつけたスキル他のやつに行くみたいな。なるほど。じゃあ絶対それでいいです。それでいいね。はい。まあロベから1点狙いで引こうかなと思ってますね。同じくです。はい。あ、本当ですか。はい。まあそうなりますよね。さすがにね。で、まあ、最後 FP もじゃあ最後、まあ、シールだけでいいですかね。 FP はそうだね、目玉は、まあ、一応ディアスとクンデがいや欲しかったね。ナイカさんちなみに2人ともあのね、下から3人ぐらい来たわ。下から3人、キュン来ました。あ、キュン来た。あ、出た。俺もキュン来たんだ。キュンとビセク来たよ。あ、ビセクもキュン、ビセク、ギケーシとかだった気がする俺。あ、なかなか渋いっすね。まあディアスはもうライブレで、いやまあ多分特に何も言うことなくそれなりにちゃんと強いやつだねこれね。一応ワンシューもついて感じですね。センター方で使うやつはね、ワンパーとワンシュー持ってればまあまあスルパなくてもあんま出す機会ないんじゃないし、まあ無駄がないよね。まあ初ライブですもんね多分これ。初だと思う、はい、全然即戦力レベルだと思う。特に A のシューだったらね、ブースターね、クラさん入ってるからね。これもいいよ。クラさんはでかすぎるよ正直、うん、でこいついやこれねさすがに欲しかった。組んでマジで欲しかったっすね。俺も正直ビッグタイムとかエピック引いてる人間でも、うん、そこそこ多分強いだからちゃんと強いってなりますねこれ。パス90はいかん。いややばいっすよワンパスルバ持ちで。ドリも高いしで守備も全部揃っててピンクロワンパスルパだから素晴らしい。さすがにこの質で来ちゃうのはね、うん、素晴らしすぎる。これな欲しかったわ。パス90だよマジで。君比とか常時90ですね。しかもブースターなくてブースターなくて90だから、はい、君比ラームパスちょっと多めに上げてカマビンガとかそういうレベルのパスだから、はい、早いねこれ。パスバカ速いですよ。バカ縦につけるのラクソを組んで、うん、まあ当たってないんであれだ当たってないんで俺も当たってないんですけどっていう感じですかね今週は。またねという感じで今週のガチレビュー以上となります、はい、ご視聴ありがとうございました。